さん、どうも、いつきチャンネルのいつきです。今日やっていくゲームはですね、集まれ動物の森やっていきたいと思います。今日はサソリを捕まえたいと思います。レッツスタート。なんかいい感じにできてるって言われたんで、今日島クリエイターもしながらサソリを捕まえたいと思います。進んじゃったんですか。大きい声で言わんのって聞こえん、今マイクの近くに。マイクってどこ？あ、スマホの近くに頑張ったら声が入らんよ。じゃあ工事を始めたいと思います。必ずヘルメットをかぶる。河川工事ライセンス。この河川工事ライセンスっていうのではなんか作れるんですよ。まあ、こういうなんか作れるんです。すごいですよね。なんかちょっとこういう感じで作れます。なので心配はなく、ちょっとやり続けましょう。ここは壊すことができるんですよね。こう壊すことができます。で、マイデザインを敷く場合はこういうのとかですね、使ってもいいんですけど、マイデザインではですね、どういうのを敷きたいか、嘘の穴を敷きたいと思います。嘘の穴、やっぱ穴ですよね。発音っていうのはやっぱ穴です。穴が一番大事なものみたいな感じになってるんですけど、こういう感じで壊したり作ったりすることができます。あとですね、ここもちゃんとつくれます。
から、はい、ファースじゃない。来る。集めてる土を固めたらこんな額ができる。っていう仕組み。河川を開いて。まず、はしごを出して、ここを皮を作ることができる。大きいやつもあります。ここはですね、アカブトムシか。今日のテーマは、まあ、さっき言ったけど、今日のテーマは今日のテーマは、島を切り出しながらサソリを捕まえることです。うわ、高そうなんだけど。ルリボシカミキリを捕まえた。この色は生きてる。間だけちょっとたぬきじさんに何をしたらいいのか聞きに行こうかな。こっからジャンプできることができる。1メートルしかなんかジャンプできないのでちょっと近く。なのでちょっと評判も聞きに行こうか、行きましょうか。何か相談事がありましたら気軽に教えてくださいね。島の評判について。柏島の評判をお知りになりますね。現在柏島の評判は四つ星です、うん、一度は訪れたい観光地として定番入りしている状態です、うん。具体的に寄せられたご感想例を読み上げますと、ええ感じの土地ではリセット率も低かったっていう話聞いたことあるで。まあ昔の話やけどな。とにかくわしが言いたいことは、柏島はかなりええ感じちゅうことや。
とっととのことです。集まった評判の中にはこの島の島にさらなる発展を求めるものがいくかありました。橋や坂を作って工事インフラと整えれば島そ外から来るお客様にも発展したいい印象を与えることができますよ。他に気になる点ですか？島全体が物で散らかってると、島全体が物で散らかってるとの報告を受けています。どういうこと？ようなものはお店で婦人したりお家の収納にしまうことで綺麗な島を保っておきたいですね。以上になります。また島の評判をお聞きになるときはお気軽にお尋ねください。ちなみに他にもご相談はございますか？なんでもないです。わかりました。また何かございましたら お気軽にご相談くださいね。ウッキアスタルさん、しずえさんだけやりました。さそり全然出ません。出ません。電柱、電話ボックス、裁縫箱、母のペン立て、赤いコスモス、電話ボックス、生き垣、壊したりすることもできるでした。雑草もちょっと増やしているところなんですけれども、雑草があったら評判が増えないって聞いたから、ここやばい。
先行時アイテムっていうのは、皮を作ったりなくすこともできる。待ってよ。あ、消えちゃった。さそういません。これはミュージックが流れてます。これって壊すこともできます。うわっ、あ、お酒におらんのか。うわっすごいな、このスコップ。うん、四角いな。でも自分で買わないといけない。これは誰の家？これ、うん、オリバーで、これがイキの家なんですけど、ここは、ああ、学校に住まってくれてるみぞれ。じゃあ学校ごっこのは始まりだ。今日はみんなでお弁当食べたいと思います。みんなで食べるから行ってくれてね。写真撮れました。写真撮れました。ふぅ、ヤッホーイ、ヤッホーイ、渦巻きよいしょよいしょ。サソリじゃない、全然来ない。サソリ、魚が泳いでる。魚しか来ない島だったりしてな。はぁ、サソリ出てるよ、サソリ。サソリいません。どこもサソリ探してくるの。全然いません。まず釣りをやります、うん、手は出なかったんですけど。何かな、タイヤ、うん、誰の車なのかな。なんでそんなところにタイヤを捨ててるんだよ。捨てるもんじゃないんじゃないか。うう、虹色くぐってモロコ町だ、うん、ゴージャスすぎる。6000ぐらいで売れるんやけど、君だけは逃さないって。モルフォチを掴めた。あ、なんか飛んできたよ。か、うん、モルフォチを捕まえたブリリアントだね。カメ、この野郎、この野郎。カモ捕まえたら。もう倒してやる、クモスコップで。かな。うん。かな。まあ、かな、かな、かな、よだ、ほら飛んでった。ユーは虫、ユーは虫じゃなかった。なかなか蚊に噛まれちゃう。このドキンジャモをするんじゃない。捕まえた。吸ったものを返して。本当だよな。
本当だよな。本当じゃん。ちょっとお迎えしてるやん。本当に。着替えたいな。ああ、カブトムシ。黄金の鬼兄弟とヘラクレスオカブト全部捕まえてないギラフのカリコヤだ。ああ、全然捕まえてないよ。虫と魚の種類は、虫はこんなん、うん、で、魚こんなんで、海の幸こんなん、結構進んでんだけど、早く終わらしたいなと思って。雑草よいしょ、あーいいわ、うん、でっかいな、このお魚さん。なんだろう、なんか、レアなやつお願い。お願い、レアなやつ。なんか大変じゃないの？じゃないでしょ。じゃないでしょ。鈴木でした。ポケットがいっぱい。蜂の巣いりません。ガーチケーガーチケーガーチケー、この野郎いつもガーはあっち行かないんだよ。うわ、蚊だ、すんません、捕まえられなかった。ほんまにおった、リアルの、うん、あー、手ぶかりはどこにやーん、来ない、あ、見えた。青空教室に座ってくれてる、みどりちゃん。全然だな、全然ダメです。ちょっと工事終わろうかな。工事をしゅーでしょ、うー、どうちらくちん、匂ってる、美味しそうな匂い、そんな美味しそうな匂い、うーいい匂いってやってた、みぞれ、違う、渦巻きだ。間違えました。何この歌、うわ、見たことない、聞いたことない、見たことも聞いたこともない、バー、切った、ホールソールだ。なんか売りに行ったら、うん、売りに行こうか、5000ベルやった。このお金でなんか買えるかな。母のペン立て色が違うの、アメムシ君が見るからな。あ、クワちゃんがある、まあ念のため捕まえとるか。よく見えないな、全然見えない、黄金の鬼兄弟狙ってるんだよ。きっと逃す、逃がした。島のマップ見てみよう。島のマップはこんなんです。うん、あ、家が増えたな。うん、でも右上の方は何もないんで、うん、川しかないんで、川とか崖とかしかない。お店がないね。お店、ここ仕立て屋さんの隣。そうしたら便利じゃん。飛行場すごい遠い、一人ぼっち。
なんか売りに行こう。今日のはアルマホットたぬき商店。うん、おしゃれになったな。たぬき商店大って書いてる。たぬき商店大大大大大ふう。そう、サトリ全然見ません。アルマポットこれ買い取って見てください。まずスノップはいらないの。みんな見るこれ。2500ベル。高いな。他のは腐った株、腐った株どういらないから。アリがやってくる。100ベル。こんなもん食べる？食べる？いやいや。食べるなんてがっくりだよ。あのまま、うん、ゆっくりしたガーンって。皆さんサソリ出ませんね。ちょっと網持って走るのは危険ですから、緩めたいと思います。皮ちょっと作りたいんですけど、マップがすごいことになっちゃってます。すごいことになっちゃってます。ガキがあって、もう一個上にガキがあるという仕組みになっております。ゴツゴツキャンペーン、ゴツゴツキャンペーン、毎日ゴツゴツキャンペーン、フルーツ怪獣ルフォビルガンキリーはこんなんで、夏の貝から一緒に、あら何、黄金の光が漏れてるけど、黄金の光が漏れちゃってる。力でしょう。そろそろサソリくんに出てきてほしいよ。サソリくんおいでって言ったら出てきて、なんで出てこないの？サソリくんおいでって言って、なんで出てこないの？もうこれハートの息みたいじゃない？ハート。マップ見ようかな。マップ。ちょっと待ってよ。もうちょっと離れて、この辺ぐらいで。ほらハート。ハート抜けてはない。ハートっぽいなでも。大きいでしょ人面仮面の思考を見ると。ですよね皆さんも。そう思う人。
いると思いますから、一緒釣りまーナマズ、ナマズを釣りがあげた立派なヒゲだ。ヒゲがポイントなの。蜂の巣落ちてこないな。逃げ刺されたら昨日だ。針葉樹が怖い、揺らすのが針葉樹が怖い。サソリ出たよ、もういいから出て。針葉樹が怖いよ、揺らすの、すごい怖い。針葉樹、針葉樹から落ちてくるのが多い。高額ガッツガッツポリポリキャンペーン、飛行場、キャンプサイト、博物館、仕立て屋、お店、案内所、ジミー、ヒロアキ、イツキ、トト、ママ、ユウ、サキ、リク、渦巻、ミドレ、エテキチ4号、ハルタカ、ハナコ、オリバー、チョイですね。では、また来週ですね。